1995年10月、日本のアニメ史上に残る最大の話題作が放送を開始した新世紀エヴァンゲリオン。そのアニメは放送終了後からマニアだけでなく一般層を巻き込んだブームを広げていき、今春には使徒神聖なる劇場版も公開された。さらにその仕掛け人である大塚利通は1996年10月より機動戦艦なでしこという新作を世に送り出し、またも大ヒットとなった。そしてその大塚利通が全てのラジオリスナーに向けて送る新世紀な番組、それがこのトッシュ&オールマイティのリップスファクトリーなのである。그리고평양에서보내온문대수를감정한결과한이약하고이문으로대진하는나는수술을받는그래서이문대수장한테유동력업자를통해서문대수산양조사업을이학관이선택되는대로정식계약을맺고평양평준양가의전직설비를갖추어서통일문대수를통해서아버님이ゲストで出たのですね、これラジオが春から入れてもらえるっていうのが決まってから昔授業の時にいろんなところに行ったんですけど、タイムウォッチを買いましたよ。ストップウォッチかっこいい。これ計算とかもできるんですよ。だから何なんだよ。計算っていうのは時間の計算だけです。すごいね。でもまだ使い方わかんないですよ。何でもないですけど、はい、さて、さてさて、はい、おつきさん、おつきさん、第1回ということで、早速ファミスを始めましょうか。はい、大口だな。今度はここに今、起きてる方とかで痛い、起きてる方とかでなんかこんなこと言いたいわとかいう方がいたらどしどし送ってください。そうですね。生放送であるからそうしましょう。そうですね。朝日さんの0352692119。그럼에도불구하고그러한것은북한측이소용하지않아서제대로이해되지않고있는시점입니다북한은전면적인남북소리의흥진의특공네사실사실뭔가그런공간을좀더안녕하세요어떻게갈까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 そうなんですよ。杉並区の八木沙織さんから。知ってる人、八木沙織さんだ。そうなんですね。有名なんですか。そうなんですね。ということで、ケンタロウちゃんどうぞ。あ、はい、僕が読むんですか。はい。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。この度は、オールマイティ結成ありがとうございます。楽しい番組を期待しています。はい。ところで、オールマイティの3人は、この番組以外にどんなお仕事をなさっているのですか。3人じゃないんです。3人じゃないんです。この3人の中に外れてる人っていうのは僕だと思うんですよね。なんで決めつけさせてみたって言って僕の名前入ってなかったって。
じゃあ、お月さん、やはりね、お月さん、次読めましょう。はい、この番組がいいどうなのか分かっているので、4月から新メディアとかありますか？教えてください。3人の別のお仕事があれば、なでしこが3人ご一緒の番組でしたよね。他にも3人ご一緒のことあったんですか？皆様のますます3人ご一緒の企業を聞けますか？ということで、이오늘가을으로차선낭비가여러분들중공당내에제작에아직걸렸더니진행중입니다初めて。なんで、そう、初めて。ないよね。ないよね。初めて。僕は、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 僕なんだろう、分かってない人もいっぱいいると思うんですけど、これさっきも言いましたけど、全員なでしこのレギュラーだった。一人がなでしこのレギュラーだった。ソウル通信で、マドローさんの役が、なんだっけ、胸たけ。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 10番多いね。で、あなたが何だっけ？ルリルリ。はい。口癖がありましたね。はい。やって。これですね。これですね。はい。まあね。なんか早速ファックスが一つ来てる。行くよ、一言。あんたが誰？なでしこ、今みんなと昔までやってた、なでしこっていう番組のプロデューサーで、エヴァンゲリオンのプロデューサーで、今、今日オンエアした、少女革命ってな。プロデューサーやってます。今アニメーションですね。この方です。はい。監督のガラスを前にね。同じく、ナレーションゲスト、池井亮太郎です。はい。どうぞ、早速。ナレーションと言っても、わからない方はわからないかもしれないですが、今までやってた宇宙戦艦、ナレーションゲスト、インタドゥムの歴史的文化の要素なので、アニメーションをやってた、インタドゥムさんです。同じく機動戦艦ナレーションに出ていました、伊藤健太郎です。はい。同じく、そこで星のルリという役をやってました、南です。未来を考えたなら
曲でした。はい、で先ほどのですね、ファクスあんたら誰、これ僕名前言うのすっかり忘れてました。そうだね、はい、埼玉県のエネルペンネームジロチフさんからでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おっとっとオールマイティのリップスファクトリー、トシ&オールマイティのリップスファクトリー、この番組は角川書店の提供でお送りしています。コミックラボン5月号、アルシャラのアニメ担当9連発、全組王とかメイクとかスレイヤーとか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 、コミックラボンが誇る超絶アニメ旧作品一挙公開、この大会は止められません。コミックラボン5月号今夜発売中。ニュータイプ5月号はこの春人気爆発、あの少女革命ウテナの大特集、セーラームーン、おなじみ監督一つのクレンクと原作者斎藤千穂の対談とかウテナの秘密を徹底検証、ニュータイプ5月号たった発売。冊付録にはカンカーさんとなでしこ突破情報もまだまだあるぞ。もっとしたオンスタジーのスーパーソニー、ここは真実の館、ここでは何人たりとも嘘をつくことが許されない。この館内で音楽が鳴り続けている間、真実のみを話さなくてはならないのである。なお、ここは夢のことであるため、ここで語られることは全て夢である。発言についてのクレームは一切受け付けられません。そして今回の生贄を大月と聖地、というわけですね。匿名希望さん、普通の話じゃなくてエヴァの話来てよ。インターネット上に飛び流れそう화제가되고있습니다。이일주선진보증중에서인터넷을통한계속판매가이제인기를끌고있습니다。그것이이제우리나라에서도보일수있는인터넷서점이등장하고있습니다。아本当아계속한인터쇼핑모습그렇게한뭐라고할까요시장가이런데현대편자컴퓨터위에올려지는데요대인터넷인터파크라고해서아주거대한쇼핑몰이지금지금이제그컴퓨터속의서점이이렇게나오는모양인데요。아니뭐서점저전용의원나중에민나테이스는뭐였는데구체적인거는뭐예요ブラウジーの人たちが、ドライレールを探しに行くので、
네. 그때 じゃあ CD ドラマのノリでラジオドラマ、こんなところに
大根のアリバイト。大根のアリバイト。みんな知りつけてるじゃないですか。ということで聞いてもらっちゃいましょうか。一応僕たち本業ですから。ではラジオドラマ機動戦艦ひまつ警告。서점과의그앞부인서점의서점이가능할지는냐에따라서機動戦艦ひまつ안정本当に고맙습니다。東京放送にあるこのアニメ制作会社スタジオスタジオに大阪オリジナルアニメの制作に向けた企画会議が進められている。もう早く何とか決めてくれないと。皆さんもうちょっと真面目に考えましょうよ。せっかくうちの会社で初めてオリジナルアニメを作ることになったんですから。社長はどんな作品にしたいんですか。そうだな、私は作品が売れてくれさえすれば何でもいいんだけど。いやそんな、社長それならエヴァですよ。エヴァをパクりましょう。エヴァ、正式には新世紀エヴァンゲリオンという1996年の大ヒットアニメ。不思議な海のナディ、トップを狙いながら手がけたアニメ制作チームガイナックスの作品。その世界観の奥深さと主人公である少年たちの繊細な心理描写などで話題となった作品。いやーパクリって言ったな。どうしようか。じゃあ佐藤、パクリとかじゃなくて、じゃあこういうのはどうですか。君たちを舞台にした本格サイキック SF。 実は僕昔からそういうのに憧れてたんですよ。そうだな、ライディみたいなやつ。はい、そうです、それでは行きましょう。よし、それでもいいか。 ありがとうございます。それじゃあ、そうですね、近未来の荒廃した都市の中で体にサイキックを飛び出してしまった少年が王様からの出会いの中、こう戦争の悲しさを知るというハード SF に行きましょう。もちろんです。キャラクターデザインも大人さんに頼みましょう。예를들면성전이라든지시종식이못하는그월드나한반총인사는것도돼アニメ界においては、マジンガー Z などの作品から行われたもので、現在のアニメ作品は、アニメ人が運が出ないと言っても過言ではない。マクテハン、ジャイソン君、その路線で監督、頑張ってくれたまえ。もちろん、いろんな現象に、中国版の調子を安定するから、긍정적인、この玩具メーカーはプラモデルも出したいからな、ロボットはできるだけたくさん出したいんだが。あ、じゃあ社長、そのロボット全部まとめて、大きな戦艦の中に入れちゃったらいいんじゃないですか。아이번타가는중국정치에좋은변화를볼수있는아마좋은기회가될것같습니다。강주석제도가과연도입될것이냐또리파자총리의거주나우리가사기의총리에누가들었는가그래서아이돌그룹가처음에보시나아그러나제가보기에무엇보다그중요한것은누가어떤자리를차지하느냐이것보다도이들세트지도자들이과연어떤과정을거쳐서一つの作品の中で描く作品サロキニーという戦闘機からロボットへ完全変形する그런점에서볼때龍之部총리가총리가된다85年には劇場版그의소지포요사이마크로서愛を覚えていますかも公開された오늘은평소에주롱지부총리설에대해서자타이틀은어떠십니까。そうだな。자그러면종합무역실시간으로최신무역정보를들으시겠습니다。최선희씨네안녕하세요
じゃあこのままじゃまずいから、そうだな、1点つけてスマップってのはどうだ、機動戦艦スマップ。いいですね、いいですね。50인승 대형 버스는 아랍에미리트 수단 오마스 인근 지역에서 수요 버스를 이끌고 있어 앞으로 적극적인 今後長く続くズマップ伝説のほんの序章しか過ぎなかったということに、気づいたであろう。政府は우리나라의관심を전반적으로상승하게보수の限りではない。수입は전반적으로낮추되보호가필요한사실은없고못살아간다이런말을하는거야。이것이한국의산업전반에한국의조선시대를향해미치는데그런생각을떠나서특히이제대외적인상황만どうですか。初めてじゃないですかね、これ。何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 これ。탄력적으로사등하는것이었는데너무인류적으로시작되어있었습니다。그러다보니까산업구조라든가이런게맞추지도못하고변화에빠르게따르지도못하고그래서국내산업들이성장하는데지장이있고그러다보니까최근에저기쪽에서이에대한사등화요구가있고그래서아마이번에사등화를하기로한것같습니다。이게이관세유리라는게국내산업에참따지고보면그저변에미치는영향이상당히큰데말이죠。 예를들면은중국산신발의외기는우리나라의관세율이 8% 불과하는데말이죠。 일본에서는이걸 60% 까지그세금을부릴수있도록이렇게그탄력성을갖고있는거예요。 아우리도이관세율을점진적으로아주세밀하게치밀하게이렇게조정을해야된다는우리는그전부터있어왔었죠。 자이제관세율을사등화할때이점과문제점들이어떤게있는지이박사개인소개관세율이제관세율을완제품에대해서는높게매기고원재료원재료물론그렇게되어있습니다만이게사별로구별이안되어있습니다그렇게되면국내산업에서는완제품을생산하는그런성적이등을보고있고관세산업에같은경우는飲み屋のステージだってさ、お披露目やったんだよ、一回ね。あれが、発端なんだね。それ私、代わりに、その、代わりに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 、代わりユニオンバッサーマシーの前に、そこで조금다른생각을갖는데、まあ、花からですね。ちょっと、どこから하면요。そうです。전체적으로、우리가、日本産업은낙제해서노동자들을하는데、그래서、그런것들이아닌데、日本の産業に、そらしい研究를해가지고、はい。内部自虐的な産業を、あじゅ不難な農業産業を、いい、かまれちゃって、僕もないですよ。よせりおこさんで、まず、そこで、5枚。사람들은、이걸또、자기들、시장을마시고、관税를조정을하거든요。근데이제근본적으로관세율조정을하는것과는관세율을조정을하는것과는
예, 지나치게 물가가 높은 부분에 있어서는 구하게 このコーナーは私生の達人こと大月俊一が皆さんのお悩みを解決しようという語れ多くももったいないコーナーなんです。だがしかし本日はまずハガキが届いていないもんですから、大月先生には私以外ズマップのメンバーの悩みを聞いていただこうかと思います。以外ズマップに入りたくないのかい？はい、そうらしいですね。声優ブームと呼ばれている現代においての当事者である声優たちの悩みを大月先生に時間の許す限りお答えしたいという、まあ、こういうわけだ。はい、ありがとうございます。嬉しいな。はい、うん、誰ですか？こんなことで、なんかファックスが来たらしいじゃない。ファックス、なんだこんなところにファックスが。やばいよ。皆さん喜んでください。先ほどのなでしこの佐藤監督から、うん、どうまたファックス、ありがとうございます。ありがとうございます。やりますよ。はい、一応、うん、みんな出てきます。やったー。胸丈を覗く。やっぱりこの対策もいいですね。でもね、でもみんな出ています。一応天空剣では出てるってことだね。まあ出てるでしょうね。ああ、そうか。今は外せませんよ。じゃあ問題ないじゃないですか。かわいそうなやつ。胸丈ないのはかわいそうで、かわいそうですね。泣いてるんだもん。ちょっと鼻で笑ってますよ、これ胸丈。健太郎君安心せ。ジュンはね、嬉しいですね。やっぱり出てるんですね。でもセリフないらしいよ。なんかケンタロウちゃんは出てる。出てるけど声は出ない。声は出てない。終わり。テレビシリーズの僕の日々じゃないですか。運動イメージがあるんだ。ユーカーって呼んでる人。スマートフォンほとんどがユーカー。なりじゃん。情けない男だね。情けないけど、まっすぐで純真な男なんですよ。かばうな。相談受けたから、大月さんなんですよ。この相談これね、今監督ね、聞いたもんね。でもね、なでしこなってね、一番ね、人気がなかったのはやっぱり腕だけなんで。でもね、でもね、あれは嫌われ役。このこういう物語にとって嫌われ役というのは一番大切なんだよ。それをうまく演じた僕は。すごい偉い子だね。偉い子。次は？はい。順番にどうぞ。実はですね、ここに富山県から再び花井明さんでいいのかしら、ペンネームからハガキが来てるんですけど、これから毎週深夜2時から生放送頑張ってください。特に南大海さん大丈夫ですか？オブニー昔は美容の敵ですよってすっげーブルーになってるんですけど、適当繋がってるんだ今。適当繋がってるんですけど、お肌もそうですけど、さっきどうなってましたよ。大丈夫、まだまだ平気。まだまだ食えるってことだ。これね、今日生放送が誰が一番最初に脱落していくかね。脱落というと飲んでてこないとかね、熱も引っ込んでこないとかね。ありがたいのね。ありがたいの。あなたで食べたい。それはもちろんね。2番目に危ないのが次の日朝から収録があるオフィシャルね。翌日だからまだいいじゃないですか。翌日が危ないんですね。そう、俺朝の仕事がやばいんですから。頑張れ。まあこの後飲んで、やだ。頑張れ。ちなみに人生相談は？ケンちゃんはどうなの？僕ですか？いや、僕は悩みのない天真爛漫な生涯を送ってるんですけれども、声優になって、何ですか？悩みっていうことはないの？声優になって悩みですか？僕はですね、やっぱり今の段階では時間の配分がバイトの方が大きいっていうのが。すごい説明。
悩みだね。それなんかお前やるだね。夢も見れるじゃないか。だから希望がここにね、声優たちの悩みを青木先生に書いてあるんだ。真剣なことでもどんなものでも。でもうそれだから今回のこのラジオが。そうです。ケンちゃん中心の番組があるんじゃないかと、ね、僕自身なんですよ。一番ケンちゃん喋ってるね、このビットね。なんか聞いてるよね、中心。なんかテンション上げよう。一人で空回りしてるわけ。いやいや。テンション維持し続けたら大変だぞ。まあ1時間ぐらいはなんとか。そうか。この悩みには続きがありまして、はい、そのバイト先というのはですね、うん、某漫画屋さんの真横なんですよね。どこの考えのどういうお店だかは言いませんよ、うん、それでまあそういう、まあ、アニメを見てくださってるような人たちがこういっぱいいるような場所で僕はバイトをしてるわけですよね、うん、休憩時間とかの手でタバコスパスパ吸ってたりするわけですよね、うん、誰も僕が伊藤健太郎だって気づいてくれません。でもこの間俺見に行ったけどあんたいなかったじゃん。あ、見に来たんですか。見に来てる。俺結構週に1回ぐらい見に行くよ。健ちゃんいないから、いたためじゃないんだもんだって。その日にいないとかじゃなくて、その日にいないんだろうな。その日に仕事が入ってるんですか。その日仕事入ってから、あ、健ちゃん頑張ってる、忙しいんだ、うんうん、いやそれはちょうど僕がいない時に来ちゃったんですね、うん、週に1回ぐらい見に行くよ。本当ですか、うん、健ちゃんおじちゃんがいるから。ああ、はい、います。その時ばっかりだもん行くと。たまたま重なってるんですよ。でも聞いてる方々はどこなんだろうって今思ってるんじゃないですか。探すんだ。探して。探させない。分かった。今度俺が行ってやろう。あ、ありがとうございます。もしかして伊藤健太郎ですか。声高らかに。さあ僕が、あ、窓野さんって言うから。何だもろとも。今度沖合君が行って。あ、もしかしてあなたは誰。似てるんだって誰が言う。そんな沖合さんの人生相談は。いや、俺も結構100人ですよ。あ、どうぞ。あの、僕デビューしてから今10キロぐらい痩せたんですけど。え、でもね、痩せたっていう噂を聞いたんですけど。あ、でも痩せたよね。だって俺ピーク今より10キロ重かったんだもん。僕初めてお会いした時よりは痩せていらっしゃいますよね。大きかったんだよ。あの時長かったんだよ、すごい。すごくスレンダーになったよね。そうですね。10キロさ結構ね、痩せてるに見えるでしょうね。で、今何キロ。今ですか。今ね、72。72言ってたよ。っていうほどの数じゃないですね。そうだね。だって一番最初に聞いた時は、おーって思った。いや、プラス10代も聞いた時は。でも、でもそうだとしても82には見えない感じでしたね、あの頃の。だから答えてくださいよ。いや、僕ね、あれ、太ってて痩せたなと思ったの、草野のかけちゃんと、あと緑川ひかるちゃんと、あとりょうちゃんだったよね。3人か3人ともね、3ヶ月くらいでみんな10キロぐらい痩せてたからさ、みんな、うん、俺この間あの緑川さんちょっと飲む気があったからさ、どうやってこんな痩せたのって聞いて、いや俺は実践できねえなと思って。歩いてるんでしょ。あとやっぱり一番酒が悪いみたいよ。あ、飲んだら太って絶対。飲まないですよね。飲みますよね、このお仕事やってる限り。飲めなくても多少ね、お付き合いっていうか、まあ一杯ぐらいは飲まない。飲めない。ああ、全然ダメなんだ。全然ダメ。いつも飲まないですよね。そう、全然飲んでるの見たことないもんね。全然ダメなんですよ。ウーロン茶とかでもいるよね。でもいる。うん、だけの席にはね。飲んでないけど酔っ払いのテンションにちゃんとついてくるからね。そうそう、そういう人いるんだよね。ここにいるんだよ。ここにね。ここにね。眠いのを我慢しながら。ちょっとね。眠い？今。お眠モードに入ってるよね。大丈夫。やばいぞ。まだ大丈夫。大丈夫。大丈夫なんですか？うん、大丈夫。上がってから仕事が先。優しいな。優しいな。マー君が助けてくれる。マー君って誰？うちのマネージャーさん。マネージャーさん。いいな。マネージャー、マネージャー先に笑ってんやろ。いるいる、あそこにいる。今向こうでこっち見てますよ。みんなマネージャーいるな。うちの事務所のマネージャー。見えない。見えろいろ。さすがその長老さとげ。長老さとげ。長老さんにお願いします。はい、ありがとうございます。最近に出版が어떻습니까잘다니까지금그만두텐데요 、네、 아무래도경기불황의영향을받는모양이죠 、네、 최근에출판과정해요 、네、 첫번째소식은태원한국의한국의한국의독자들이첫번째가기나나네다이보다처음또마더노상은연결과정의시체인다그리고추천도목록과
세 번째는 책의 제목이나 모습이 나타났습니다. 그 책의 포장이 감정으로 사람들에게서 중요해질 수밖에 없는데요. 이제는 독자들의 시선을 한번에 넣을 수 있는 그런 그 제목과 장르, 출판사에서 최우선적인 제목인데요. 반대는 이런 그 상품 이야기, 이렇게 출판기획에 제일 나는 기준을 가지고 출판문화 시장은 전반적인 사양이 되면 OK 됐는데 인생의 達人 오토시리 先生が どんな悩みも 素早く解決してくれる はずです 皆さん、どしどしお寄せください。 ソウル印刷部長、まだです。まだなんですね。うわ、生だよ、生だよ。来週、再来週っていうのはスペシャルなんですよ。中国、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 中
之助、サトロスカ、ウー、あと、ハンテ、ハンキリ、そしてこの、リプスタッチ、このサウマイドをまとめて、なんと、100人に5000円の CD 券をプレゼントしちゃうんだぞ。ですから、皆さん、気合い入れてお話しくださいね。待ってまーす。待ってまーす。はい、またここでファックスが届いております。何をする番組ですか一番難しい。今回の手紙は作り物ですか手紙は埼玉県チャゲリンさんからです。手紙作りじゃないです。基本的に作りはないです。全然この番組来てるよね。あのね、雑誌にこの番組やるよって告知を載せたら来たんです。ニス本当に本当ですよ。本当ですよ。言うのが言うのが遅っぽいな。来ましたね。これは東大阪市ここに横になんか段取りめちゃめちゃ嫌ないって書いてありますけど、まあ段取り合ってないようなもんだからね。大月さんへ。ただでさえ忙しそうなのにこんな時間に何やって体持つの。でもメインなんだからもっと喋ってありがとうございます。そして喋ってって書いてある。はい、もう一方バックスに出ます。中田君のペンネームリンクーさんです。海さん、声もお姿もプリティですね。ルリの絵がバカバカって書いてありますからね。ありがとうございます。なでしこの締め切り最終回のビデオの僕が失敗して見てないのだ。知り合いに借りる予定ですけども、暴走ゲームの始まっちゃうようなことを言っていた。とりあえず、それを聞かれます。すごいな。川崎市、油揚げ丼、石油王さんから。そこにいるうるさい人々、こんばんは。一応どんな人がいたのかは確かにお友達ですけれど、何だこれ、なんていうの、ラテラン。ラテランを見ると、トシとか書いてある。これって、このトシと勘違いした聞く人ごめんなさい。とりあえず、本当にトシだ。そうなんだ。大丈夫だ。ナチュラもスマップになるみたいですから間違いないよ。聞いてくれてもね。うん、でもなとりあえず頑張ってくれて、とりあえず頑張ってます。もう一方いいですか。大阪府のペンネームアウーさんです。なでしこの打ち上げで何やら何体掘り行われたそうですが、ちょっと誰について詳しく教えていただけたら。そんなわけでこれからもできるだけスピードで放送頑張ってくださいね。なんでちょっと誰が聞いたんだろう。何体掘り行けたのこれ。旅行のこと、旅行のことですよね。何体すごい字ですか。もちろん大阪の体ね。お腹痛くなってきた。ちょっとどっからこの話漏れたんでしょうね。君ら言ったのは俺ここにいるので、今のは俺と健太君。さて、この何体盛りとは何考えます。男の体に盛ると書いて何体盛り。バカさん、何だと思いますか。これ触れたくない。これはでも発売者は小杉ジョナサフ豪邸の小杉ジョナサフ。男と女に分かれてジャンケンをするんですよ。やばいやばい。ところで私、来週の水曜日、第1希望の会社の試験なんですよ。
どうか一言書き直してくださいという世田谷区のお名前を教えて大丈夫なら、ラジオネーム明日に明日の風邪をひくさん。どうやってうちに帰るんですか？神奈川県横浜市の川村さん。あれ、健太郎君確か八王子だったよね。八王子ですね。どうやって帰るんですか？歩いて帰る。歩いてからかかると思うんですか、ここから高尾山の方とって。うん。明日夕方から仕事なんですよね。そこから電車で帰ってくる。電車動くまで飲んどけばいいんだ。え、で、ちなみに皆さんどこなんですか？僕ら、うん、僕らすぐ近く。あ、そうですか。もうみんな帰りましょう。はい。じゃあここで、はい、ここで曲です。なでしこのエンディングテーマ、桑島桃子ちゃんが歌う私らしく、聴いてください。オミクロンのコンボ、あれからのアニメ担当強烈、メイクの音がプレイヤー、そこで、オミクロンのコンボ、これ、ザカゼットアニメ級。
入札金一挙紹介。この勢いは止められません。コミックドラゴン5月号好評発売中。ニュータイル5月号はこの春人気爆発、あの少女革命ウテナの大特集。セーラームーンでおなじみ監督生原邦彦さん、原作者斎藤翼隊だとか、ウテナの秘密を徹底検証。ニュータイル5月号東京発売。ニュータイル一冊ブロックには東海道アンドナデスカ、エヴァ情報もまだまだあるぞ。オッとしたオールマイティのリップスパーティー。はい、なんだかんだわらわらと一生懸命頑張って大丈夫か、大丈夫か、頑張って頑張れ。そろそろお別れの時間になってしまいました。それでは最後の曲はミッツエンカウンタービズヘブンでフォーリンラブ。できました、初回の1時間、皆さん若干緊張もう一年ですけど会ってきましたね、嬉しいです。本当感激です。来週もどしどし激励のファックスが嬉しいよね。待ってますから来週も絶対聞いてください。はい、来週からですね、何度もお伝えしていますようにタイトルがスマップのリップスファクトリー。スマップの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 スマテレカとか、大月人生相談のお悩み、お悩みのおはがきなど、リスナーの皆様のおはがきを大募集しております。何歳盛りに対するリアクションもらいます。はい、何歳盛りもの宛先は郵便番号 160-02 文化放送水曜日ズムッポのリップスファクトリー、それぞれのコーナーの宛先までお願いします。はい、皆さんのハガキに番組のコントが使ってますので、はい、応援してください。こったくですよ。頑張りましょうね。頑張りましょう。あ、でも今、1時間経ちましたね。でも、誰も眠らなくてよかった。そうですね。特に、頑張って。眠くなったら順番に寝ようね、なんて言ってましたよ。よかったね。はい、今晩も、お疲れ様でした。お相手は、ズマップでした。